ング公式 YouTube をご覧の皆さん、こんにちは、高柳まなみです。さあ今回はゴルフが大好きな J リーガーの方に JLPGA が誇るトップ選手に挑戦していただく夢の企画を J リーグタイトルパートナーであり、そして JLPGA のオフィシャルパートナーである明治安田生命のサポートにより実現しました。では早速選手をご紹介しましょう。J リーグ屈指のムードメーカーであり、お祭り男、日本代表でも活躍した牧野智章選手です。お願いします。よろしくお願いします。すごい紹介、すごい紹介。いや、お祭り男ですから。あ、そうですか。はい、よかった。この登場ともにこうね、しっかり上がってきましたね、日が。いや、もう眩しいです、ね、もう5個刺してますから。刺してます、バッチリ。小泉のボールに牧野、さあ、牧野選手は J リーガーの中でもゴルフが大好きということで知られているということなんですが、はいはい、そうですね、まあ、はい、ゴルフ歴まだ浅いですけど、はい、ゴルフ歴浅いっていうことなんですが、はい、どのぐらいから始められたんですか？ちょうど1年と半ぐらいですかね。あ、はい、もう最近です、本当に。本当にじゃあ最近、はい、ちなみにこうベストスコアなんてお聞きしていいですか？いや、もう恥ずかしいんですけども、はい、94です。あ、はい、でも1年半で。いやいやいや、もっと上は上には上がいますから。本当ですか、はい、ちなみにゴルフでのライバルの選手とかっていらっしゃるんですか？FC 東京がかなり手強いっていう情報は得てます。すごい、もうチームで戦ってるんです ね、 そうですね、ゴルフも、はい、やっぱ鹿島アントラーズ FC 東京の選手たちはなかなか練習後に行ってるっていう情報は持ってます。そうなんですね、はい、いやちょっと思った以上に牧野選手のゴルフ熱がすごかったですが、はい、さあそんな牧野選手を迎え撃つ女子プロの方をご紹介しましょう、はい、今年の日本女子オープンを制したこの方、明治安田生命所属の勝みなみプロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。勝プロはついに念願のメジャー制覇を果たしましたが、はい、いや昨年はもう本当に最高のシーズンだったんじゃないですか？はい、もう本当目標にしてたので勝ててよかったなと思ってます。もう本当に2位にこうすごい差をつける完全優勝という感じでしたよね。はい、はい、いやそんな、勝選手に今日は牧野選手と対戦していただきたいと思いますが、はい、こういうふうに他のアスリートの方と対戦することってあったりしますか？対戦はないんですけど、でも楽しくラウンドするっていうことはあります。サッカー選手の方とはじゃあ、いや、一人もまだないんで、初めてです。お初です、はい。僕はサッカー界代表してきてますんで、はい、僕がどれだけの結果とプレーを出すかによってこの後ろに選手たちがもう今か今かと待ってますんですごい背負ってるんですね。すごい背負ってます、はい、はい、ということで、今回お二人には6ホールマッチで対決していただきます。ハンデは各ホール1つずつ、牧野選手にあります、はい、そしてティーグラウンドは、同じ場所から戦っていただきます。はい、はい、一番後ろの青ティーからですね。それでは牧野智章 VS 勝みなみ J クロスマッチプレゼンテッドバイ明治安田生命スタートです。さあ2番ホールパー5、491ヤードです。さあ勝プロ、ここのホールはいかがですか？はいはい、ちょっと左ロックなんですけど、まあ、右も左もちょっと OB っぽいので、はい、なるべくこうフェアウェイに置いて2打目攻めたいなと思います。はい、いやちょっと朝ですからね、グリーンコンディションもどうなのかというのも気になるところですが、さあそれではまず1打目どちらから行かれますか？いや、もうそれはもう勝さんに言ってもらいたいんですけど、いやいやいや、私は2番目で最初にね、いいショットを打ってもらって、はい、ね、ああなるほどね、はい、わ、はい、かりました。じゃあ行かせていただきます。牧野選手からお願いします、はい、お願いします。緊張してきたな、本当。結構考えてますね、いろいろ。すごい静かになっ
おお。オッケー。これはでも大丈夫。まあ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 、はい、最初でいいでしょう。はい。大丈夫です。はい。相当緊張しましたか。緊張してる本当。さあでは勝プロお願いします。はい、はい、お願いします。てか相当緊張するこれ。意外ですね。全然緊張しないイメージの牧野選手が。いや、やっぱりね。違うんですよ。あ、やば。お願いします。お願いします。ナイスショットです。すごい、いいな、いいな。やっぱり1球目からすごいですね。早速じゃあ歩いていきますか。いいな、はい、いいな、はい、ですか。いやでも牧野選手、うん、めっちゃ緊張してましたね。やばいです、マジで。俺こんな感じじゃなかったのに。あの皆さんが思ってるほどあのスタッフがいるっていうね。うん、思ってる以上に、思ってる以上にあのカメラの台数と人が多いんですよ。確かに。ね、だって打つ前に、うん、めっちゃ静かだなって言ってたじゃないですか。はい、でもゴルフってそういうスポーツじゃないですか。あの僕らがやってるゴルフは打つ前もうるさいし、打った後もギャーみたいなのあるし、あれこれちょっといつもと違うフィールドだなと思って。そうだよね。ゴルフってそういうスポーツだもんね。はい。うん、いやでもあの勝さんもあの女子プロの方とワイワイゴルフされることとかってありますか？うん、めちゃありますよ。オフはもうワイワイしかないです。本当ですか？はい。特に仲良しの女子プロの方いらっしゃいますか？小祝さくらとかは結構うち泊まり来たりとかはしますね。泊まり行くんですか？はい。いいな、俺も行こうかな。おかしい、おかしい。牧野選手ありました。あった。はい。かわいい、見えてる。ワンちゃんがこっち向いてる。え、何ちゃんですか？かわいい、すごいかわいい。あのパンちゃんって言います。パンちゃん、うん、かわいい。よくあの愛犬です。奥様のインスタで拝見してます。そうそう。あ、そう、プリントしてるんですか？そうなんですよ。こだわってますね。大好きなんで。さあではセカンド、はい、何番で打ちますか？僕はじゃあ6番でいきます。はい、お願いします。あー、大丈夫、うん、オッケー。よし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 。行きましょう。いい感じでしたね。来てますよ、来てますよ。特にあの、はい、得意なクラブとかってあるんですか？いや、全然ないですけど、本当はドライバーが得意なんですけど。はい。いや、もうちょっと。ちょっと今日は。ちょっとまだね。まだ違いますね。一ホール目ですからね。はい。はい、もうマジ当たってくれ。うわ。おー、OK、いや、すごい。ありがとうございます。音がすごいですね。いや、すごいや。ありがとうございます。本当。綺麗な音。さあ、そして牧野選手はそこら辺に。今の俺も欲しいな。今のショットですか？今の欲しいな。
おお、めっちゃいい。きた。オーバー。いや、ちょっと手前ですね。手前ですね。花道。ちょっとでも悪くないね。はい。ナイスショットです。ナイスショットです。悪くないね。乗ってきましたね。きた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 。あ、結構硬いですね。踏んでみたら多分。え、硬いとかじゃない、もう踏んだら分かるってことですか。はい。多分ちょっと刺してみます。転がるってことですか。全然刺さないです。あ、凍っててってなると、はい、打った方がいいってことですか。いや、手前から転がしてった方がいいです。へえ、うん、絶対にグリーン落としても止まんないんで。そんなこと考えたことなかった。ほんとだからこの手前、まあ、5ヤードとか10ヤードぐらいから転がしていくイメージなんで、ちょっとロフトがないクラブ、あの角度がちょっと立ってるクラブ、立ってるクラブで手前の方手前から攻めていった方が。あ、教えちゃった。すごい、めちゃくちゃレッスンしてもらってるじゃないですか。手前を狙う。もう言わない。すごい聞いてる。うわ、教えてくれなくなった。逆に気になる。苦手なんですよ。クラブは何番で。56度。56度。どうでしょう。60度ですね。の方がいい。いや、60度よりこっちの方がいい、うん、いいですか。はい、あ、教えてくれた。優しい。もう先に言いますけど、僕あのグリーン周り相当苦手なんで。あ、そうなんですね。そうなんですよ。これ何ヤードぐらいのイメージですか。これはどう、30、40ぐらいですかね。そうですね、40ヤードぐらいです。40。でも30ヤードぐらいのイメージで打った方がいいと思います。 OK。 よし、うまい。短い。おお。嘘ついた。嘘じゃないです。違う違う違う、短すぎる。これは30じゃない。短すぎる。いや、俺さっきほんと信じたもん。40、30手前でいいよね。あ、これぐらいだろうね。ちゃんと自分を責めてください。違う違う。そこまでして勝ちたいんですか。いや、でもね、あのちょっと今あのやっぱ弱気にいっちゃったかも。うん、いや、でもアプローチ自体はすごいいい感じでしたよね。うそ、全然良かったです。なんですか、そのなんかミスみたいな、なんか褒めるその作戦は。本当に良かったです。あ、そんなにいかない。それやりたいんだよ、俺も。かっこいいですね。それやりたいですよ。今ちなみに何番で打たれ。今58で、あの結構グリーンが凍ってるからまだ、うん、あ、ちょっと跳ねていくかなって思ったんですけど、うんうんうん、そんなにいかなかったですね。なかなか迷ってますか。はい、迷ってるんですけど。でもさっきの高さでいけるなら、あのさっきの高さ打てるなら、うん、もう一回同じようなってことですね。そうですね、60度でも全然いいと思います。おー、すごいすごい。すごい、これはさっきのをもう一回やればいい。はい、 OK。 うまい、すごい。うん、もうちょっと行きたいけど。うん、でもナイスです。ナイスでした。ありがとうございます。プロに褒められると気持ちがいいね。いいですね。よし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 。
いや。ふう。惜しい。入ったと思ったのに、これ入れていいですか。ナイスパーです。ナイスパー。わ、絶対入ったと思ったのに惜しかったですね。さあ、牧野選手、それは何パットでしょうか。これ、これがボギーパット。ボギーパット、はい、ということは、これを入れればこのホール引き分けということですね。さあ、決めたいですマギノスタイルでいきますよし、うまい。ノー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 、惜しい惜しい。ちょっと待って、笑ってる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 、二人笑ってる二人笑ってる笑ってる。何？何？いや、すごい独特だなと思って。嘘。はい。これでもちょっと今抑えたの。いつももっとなんですか。いつもの、ちょっといつものやってもらってもいいですか。本当に？本当にいつものやつ。本当にいつものやつは。本当ですか？いや、本当本当本当。なんでそれ深くしてるんですか？いや、もう下半身でぶれないようにここでキープする。あ、なるほど、はい。これできないですよ、これが。え、あ、そうなんですね。こっちの方がなんぼか楽っすね。なんで？ダメ？いや、いいと思います。なんでも、もう自分が、うん、打ちやすいやつだったら全然いいと思います。そう、はい、いやいや、マジ今もう言い訳していいですか。いつものようにやっとけば入ってるいやでも惜しかったですね。いや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 、まあ入れないとね、意味ないですから、ね、うん、はい、1ホール目なのでこれから巻き返しです、ね、よっしゃ、はい、頑張りましょう。そうですね、まあ、リーグ全体のことを考えると、たくさんのサッカーファンに、J リーグは明治安田生命さんがねサポートしていただくっていう意味では、たくさんの方に知っていただいてますので、まあ、そういう意味では僕ら選手たちも伸び伸びとねプレーすることができてんじゃないかなというふうに思ってますけど、はい、アスリートの皆さんからすると、うん、そういったサポートっていうのは本当に励みにも活力にもなりますよね、うん、まあ、現場に携わっていない方たちのサポートもやっぱり必要だと思いますし、うん、はい、まあ、特に僕らサッカー界にとってはチームで動いているので、そのチーム以外の方たちとの触れ合いの時間だったりっていうのも大切にしていきたいなというふうに思ってますんで、うん、まあ、そういう意味ではね、明治安田生命さんがこう J リーグをバックアップしてるっていうのは、僕ら選手的にはものすごく助かることは多いかなというふうに思ってますけど、うん、はい、パワーになってるということですね、はい、さあ、3番ホール386ヤードミドルホールとなります、はい、さあ、勝プロ、ここはどんなホールでしょうか、はいはい、ここは左側がちょっと崖になっているので、右側の方を狙っていって、なるべくコース内に置いて2打目攻めたいなっていうホールです、はい、うん、左の崖に注意ということですね、はい、さあ、それでは打っていただきましょう。おお、ナイスショットです。ありがとうございます。いや、すごいありがとうございますすごい、いいなぁ。ありがとうございます。すみません。あれ打ちたいなぁ。いけるよ。いける？いけるよ。あれ？お、思ってたのと違うね。思ってたのと違うね。でも傾斜で転がって、はい、気持ちは300いってんだけどね。行きましょう、はい、行きましょう、どんどん
いや今のここ結構得意というかこういうの好きなのに。あ、打ち下ろしですか。そう、多分見ちゃった。ちょっといいのバチコン行きたいね。だったらもう本当力抜いて打つ。そう、そうなんですよ。そうなんです。力抜く力抜く力抜く入るんよね。あれ何なんだろうね。そうですね、いつも通りが一番難しいですもん ね。でましてやプロと回る。絶対プロに負けたくない。でプロにいいとこ見せたいっていうのがちょっとね出ちゃってんだよね。なるほど。はい、OK です。うまい。おーし、ナイスショットね。ナイスショー、すごい。よし、すごい。左足下がりの難しいライだったけど、あ、もうそんな自分の中で考えてないです。なるほど、なるほど。もうあれは難しいですか。あれ難しいと思います。そう、はい、結構プロアマとかでもある方も、左足下がりの打ち方はどうすればいいですかって悩んでる方多いです。多分今の打つ前聞いてたら多分やばかったです。多分そういう情報を多分頭に入れると、はい、あ、これやらなきゃなとか思いながら多分言ってたから、逆に良かったです、聞かなくて。はい、いやでも今言っちゃったんで、多分これからこれから、あ、左足下がり難しいんだっていう。そう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 。でも良かった、プロに褒められて気持ちいいっすね。あ、本当ですか。うん、褒められて伸びるタイプなんで。もうどんどん褒めていきますね。うわ、うわ、転がるのめちゃくちゃうまいな。マジピンレッドに、あ、ナイスショットです。ありがとうございます。めちゃくちゃうまいじゃん。もう距離感バッチリでしたね。勝プロ今、はい、何ヤードを何番で打たれたんですか。74ヤードを58度で打って、はい、65から70ヤードぐらいの間に打って転がってくれたらいいなと思ったんですけど、ちょっとグリーンが硬くてオーバーしちゃいました。はい、おー、なるほど、58度、はい、でもうまいっすよ。そんな計算できないっすよ。そしてちゃんと目つちをされるんですね。はい、持ってきます。あ、大丈夫ですよ。いや、そんな全然。ありがとうございます。全然大丈夫。ジュニアの試合の時のような。はい。すごい、めちゃくちゃ目つちしてる。いいな、いいな、なんか そういうのがね、後でなんか来るんですよ、いいように。あ、なるほど。野球の大谷選手もゴミ拾うじゃないですか。そう、あ、確かに。これ絶対難しいやつですよね。これ言ったらもう難しくなる。そう、難しくなっちゃうんで。何も考えずに。何も考えずに、うん、もうさっきの完璧だったんで。 OK、はい、よし、40ヤードです。40ヤード、はい、56度でいきます。はい、40ヤード。うまい。おお、登って、登って、あー、惜しい、惜しい。乗らないの。ちょっと怖かったよ、もう。そうですね、惜しかったですね。でもうまく打ちましたよ。嘘、めちゃくちゃ。本当、はい、え、本当ですよ。よし、マジで。よし、よし、うまい。おお、あ、でもナイストライです。ありがとうございます。さあ、ということで今牧野選手がホーン、はい、で、勝プロがツーオン、はい、バーディーパットということですね。はい、はい、なんかすごいとこ止まってますね。
すごい下り傾斜の。いやナイスタッチです。ありがとうございます。ナイスタッチ。ピンどうしますか。え、立てたままでいいですか。ピン、あ、抜きます。抜きます。すいません。あ、大丈夫です。ありがとうございます。ナイス、イエス、イエス、よっしゃ、ナイスです。ナイス、すごい静かだった今。すっげーやりづらかった今。ナイス、さあ、ということでこのホールは引き分けということですね。はい、はい、ナイスでした。いや、素晴らしかった。すごいパットでしたね、はい、さっきよりどう、なんか深くなってた。あ、さっきより深くなってるなって感じました。ありがとうございます。あれが本来の姿です。あれが本来の。でも全然もうなんか見慣れてました。見慣れて気にならなくなった。すごい。いや、やばい。あれ？ナイス、素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。どんどん近づいていきましたね。吸い寄せられてた。よし。すげー。